こんばんは。前回の続きやっていきます。タイタンズリーグ始まりましたね。これちょっと自分出てないですね。まずリーグ戦のディビジョン1だったかなの中の上位のチームが出るんだったかな。で今これ戦ってますね。試合は見ることはできるんですけど出てないですね。それから画面左のダイヤの形のこれダイヤモンドガチャ、これは前回動画で今回引くって言ってたけどまだね溜まっていくみたいなんですよね。次が260までいくみたいな。前はこんなにポイント溜まってなかった。多分アップデートで変わったんだと思うんですけど、上限まで上げてからガチャ回した方がいいんで、今はレベル4なんでグレード101以上いいっすね。ここら辺まで来たらね、あちょっとここら辺 どうなのか分かんないけど、今上がずっと毎日上がっていってるので止まったらガチャを回そうかなと。あと上げるものがあるのでこういうチケットとか使ってねで回そうかなと思います。それとプライムプレイヤーズガチャ来てるんでこれ回しましょう。これはレベル75の選手がもう出来上がった状態で1枚手に入ります。もうレベル75でがマックスなんですよね。通常は80まで上げれるんですけど、レジェンドだったら90までかな。これは75固定でもう全部できてます。スキルも全部完成された状態、下のセンスも全部埋まってる状態で手に入ります。ゲーム始めたばかりの人はこういうカードがあったら結構楽ですよね。この3枚の中からどれか出ます。まあいいのも出るのか確定なんで、最初出た数字から上がっていきます。で使用できる日数が決まってるんですよね。それ過ぎたら元の数値に下がります。ここから上がっていって109でも75だからちょっと使いにくいっちゃ使いにくいですね。だいたい普通もう1万超えるんですね。1万いいカードだったら1万1000超えとかになってるので使いにくいけど、今からゲーム始める人はこういうカードがあった方が楽ですね。それから動画を収めてないんですけど、2枚いいカードが出て、1枚はメッシの109、それともう1枚はこれですね、このエディン・ジェコっていう選手で、このセレクトスキル持ちです。だから育成しようかなと思うんですけど、素材がねちょっとあまりないみたい見たけど、レベル70スタートで80まで上げれます。これで多分101を使えば、レベル71まで持っていって、あとここに下にセンス未所持って書いてあると思うんですけど、効果1個埋まりますね。で5分の5になったらこれロックされてるのが解除です。ここまずこれを、フュージョンでつけて、その後メッシが今使ってるのが多分106だったかな、109のやつに変えようかな。重ねること可能なんですよね。今使ってるのこれか106ですよね。でこのセレクトスキルってこの今ないんですけど、ここはない状態のやつで、今自分が使ってるのも新しく当たったのもないんですよね。動画を収めてなかった。なんとなく深夜ちょっとガチャ回してみたんですよ。そしたら出たって感じ。これが当たったんだけど、これも持ってないんですけど、106より109の方がいいのでこれにちょっと付け替えようかなと。まずはこのこっちからいきますかね。セレクトスキル持ち、このセレクト、これはこれね、これをね習得するのちょっと面倒ですね。書いてますね。1試合の中でシュート系スペシャルスキルを2回以上発動させると習得する確率が 30% なので 100% じゃないんですよね。習得するかもって感じです。だから試合に使わないといけないのでなかなかちょっとね覚えられないんだけど、メインの例えばランクマッチとかじゃなくって、他になんか練習試合みたいなやつがあるんですよね。そこでこの選手使ったりして覚えさせたりとかっていうのは可能ですね。両方とも覚えたらどっちか選べるようになるので、まずこの選手にフュージョンでこれつけたらレベルの上限値が1上がってセンスが1個ですね。レベル71になってセンスが1個つきます。レベルはねまた同じような感じで星5を重ねるとレベル1上がったりできるんだけど、ない時は LB ってポイントを5万で1上げれます。ただ80までなんであと9回。5万なんで45万必要ですね。
ここでついたら D です、センス。ここでついたら C かな。でその次行ったら A か B です。あ、 C か。そっか。やりました。あ、まあでもまあ EP だったらまだ使えるか。というところですね。でセンスはあと3つ覚えると、ここ今ロックされてるのが解除ですね。レベルね、上限値71に上がってますね。画面上ですね。グレード110、これは多分一番いいと思いますね、持ってる中で。じゃあメッシやっちゃおうかな。あ、そっか、メッシはやるんだったらデッキから外さないといけないわ。これね、面倒なんですよね。デッキにこの106がいると重ねることができないので、ちょっとやや面倒ですけど、とりあえずこっちと変えとくか。109とまず変えるでしょ。まあ保存するとして、これね、いろんなところにね、メッシュ、あ、いた。これを全部外さないといけないんですよ。そうしないと重ねることができない。ちょっとややこしいですね。ここら辺ちょっと改善してほしいところでは、あ、ここもか。ちょっとここら辺全部ちょっと飛ばそうかな。多分全部外したと思います、デッキから。次に、これか。この選手を重ねるんで、チェック外さないと。このチェックがあるとダメなんで、ここのハートマークね、黄色のチェック外して、はどうだったかな。またブースト1からだったらまた面倒だけど、この選手にフュージョンで、ああ、これはあれだな。そう、あ、でもここにももう1枚あるんだ。 100? でもこっちかな。うわ、ブーストはまた、あ、いい、ブーストは10ですね。でセンスは、あ、センスはあと3つつけないといけないけど、まあいい。でレベルは80までいけるみたいですね。ちょっと今の状態見ときますか。つけるのがこの選手ですね。あ、あ、お、違う違う、よかった、出てた表示、これこれこれがちょっと見間違えただけ。これが今11149ですね。ただ、あ、そっか、ブーストもでもマックスになるんだったね。これを今からこれにフュージョンでつけるので、11149よりは上がると思います。レベルは80で、ただセンスはまたあと3個つけないとダメですね。やっちゃおうかな。いくつ上がるんだろう、気になる。レベルの上限値は80でしょ、これで。はい、限界を超えた。マックス。ここでついたらまた D です。でももともと持ってるスキルがあるので、それをつけるので、これが C です。で、この次行ったら A か B です。C か。もったいないね。まさか、でも今までつけてたやつももらえるんで、ここら辺もらおう。これ、あ、ディフェンス値か。なるほど。こっちの方がいいかも。あ、でもまあ。そうね。これで。で、これで、ちょっとまだ出来上がってないんですよ。メインの選手を今移植しちゃったんで、まずレベルもほら80まで持ってきたけど、ここから上げないといけないですね。フォワードか。素材を使って、トレーニングで、まあ、一気にまずレベル上げますよね。だって、まあとりあえずこれで80までして、素材もちょっともういっぱいあるので、全然始めたばかりの頃はね、ちょこちょこやった方がいいんですよ。あの、上がり方がランダムなんで、すごく上がる時もあるので。でももう気にせず使っちゃいましょう、ここは。さっき11149だったんで、この段階でもう400ぐらい、11100、うん、400ぐらい高いですよね。あと、あ、そうね、ですね、400高いかな、これ。いいんじゃない ?11100、うん、これ上げちゃおう。で、強化完了。これでもね、ちょっとまだね、使えないんですよ、実は。こうやって。
あのね、次にやることがあって、まずスキルを覚えてない、ほらややこしいな。だからこの、あのさっきのプライムプレイヤーズとかもこれ全部できてるんで、すごくね楽なんですよね、始めたばかりの人は。ただずっとゲームやってる人はこういう素材もいっぱいあるので、ただこれがちょっと面倒ってだけで、スキルはまず覚えさせてプラスになります。でプラスプラスまでですね。久しぶりこれやったような気がする、スキル。でその時にこのね、あのなんていうの、ひらめきの書だったな、ちょっと忘れましたけど、これが必要です。確か初期の頃はなかなか手に入らなかったんですけど、これでスキルも覚えるでしょう。ちょっと面倒なのはセンスがあと3回覚えないとこのロックが解除にならないんで、ちょっと飛ばしますけど、何でもいいので、あそうね、素材とかあるけどもったいないから、とりあえずこの状態でいいの、もういいな、いいので、どうでもいいやつがあるんですよ、スパイクって。これもうあまりいいのがつかないんだけど、わざとあと3回どうでもいいのを覚えさせてロックを開けるっていう。なのであまりいいスキルがつかないので、ここはちょっと飛ばします。ちょうど今2回つけたところですね。あともう1回で、今5分の4なんで、あともう1回で覚えますね。これをロックの解除で使っちゃいましょう。ただねこれね、ちょっといろいろ面倒なんですよ。まだやんないといけないことがあって、試合では使うんですけど、これで OK、 反録された。スキルはもういいのつかないので、さっきの A と A、 A が2個と B1 個のやつにします。やりました。いいとして、まあ、とりあえずこれで出来上がり、センスはね、でスキルもとりあえず出来上がりだけど、終わってないのが、どこ行ったかな、あ、これ、ここEPL レベルが0でしょ。これちょっとね、あのつけるとき前に説明してなかったんですけど、もともと持ってるやつはマックスのレベル5だったんですよ。これをまた上げないといけないのがちょっと面倒。これは、11マッチっていう、ここですね。ここで上げることができます。レベル5まで持っていかない。ちょっとそれがちょっと面倒ですけど、上げるとポイントが、試合の時のポイントが変わってきますね。スタジアムシティプロジェクトだ。スタジアムシティプロジェクトやってます。色で赤と青と緑で商業区とかビジネスとかあって、試合やってレベル上げてスタジアムのレベルも上げると、そうすると報酬がもらえるっていうイベントですね。上げるためにはね、普通にあの試合をします。ちょっと飛ばしましょう。前回動画アップしてるので、ランクマッチを今のメッシを使ってどんな感じか見たいですね。ここは今ダイヤモンドっていうところにいるんですけど、レベル4以上になると次回もまたダイヤモンド、だいたい1週間で月曜日から日曜日までで切って、また月曜日から新たにって感じですね、リセットされて。その時までにダイヤモンドのレベル4キープしとくと、また来週もダイヤモンドのレベルの1からできます。可能だったら2、3が使って数値2倍にするんですけど、ちょっと厳しそうなので、まあ、BP は5使おうかな、まあ、最初なんで。レベル1から下に下がんないんで、いるよね、メッシ。いいっすね。で、さっきの、当たったやつは、セレクトスキル持ってるやつもいるので、それは育成して、ちょっと下に入れようかな。これロナウドとかと変えたいですね、さっきのやつは。ちょっと試合しよう。うわ、強い。選手の左下の王冠のマークはセレクトスキルって特殊なスキルです。一応今入れたメッシはショータイム一応持ってますね。相手強いな。2、4、6人か。自分より1人多いか。ただマラドーナいなかったよね。あ、シュートだ。シュート、コラボやってたんですよ、このシュートっていうアニメ漫画と。ユニフォームとか、あとこういうあのフラッグみたいなやつも。さあ、キックオフ。あ、相手はあれだな、メキシコ代、メキシコじゃない、アルゼンチン代表のユニフォームだ。
縦縞で上下緑が自分です。やばい K、 ここはクリア、スローイン、中央へ送る、危ないぞ、 OK。 画面の右上のショートカウンターっていうのは相手のチームの戦術で、左の上のフリーは自分たちですね。危ない、押されてる。一旦預けて、いけ、打て、バックパスやめて、まるで鉄壁、キレのあるドリブル、ここを持っていく、抜いた、おー、いいぞ、打て、ミラクルシュート、打て、いける、やった、今メッシじゃない、いいぞ、いいぞ、いいぞ、入れたばっかりで、いいぞ、ちょっと強くなってますからね。前はあ、ネイマールも確か109だったような気がする。左の前、画面の右の今サイドシェアレベル3っていうのは、相手のチームの選手1人じゃなくて何人かで出すスキルですね。危ない、やべられた、これは決められてしまいました。レジェンドカードかな、これは。画面の左に今サイド支配レベル3は自分ですね。自分たちのチームのスキル、打ち合いになりそうね。あげろ、いや、いいとこもらった。あ、キッカー変えてなかった、まあいいか。おお、このロナウジーニョはレジェンドカードです。レベル90ですね。ただグレードは104ですけど、レベル90だから強いですね。今のは見事な得点です。左の赤い丸と黄色の丸と青の丸は、お、前半悪くない。黄色がボールの位置ですね。赤が相手のチームの選手の動き、青が自分たちです。前半いいんじゃないですか、これは。メンバーチェンジがありました。相手のチーム選手変えましたね。自分の戦術は基本的に先発の選手変えないっていう、ほぼこれでずっといきます。控えが育ってないので。打て、打ってくれ、おー、いいとこ、いいとこ、出だしいいですね。後半のサイドから左からクロス、メッシじゃない、ここ、おお、入れてすぐ活躍、いいよ。106から109に上がりましたからね。違うんだろうな。今のは見事な得点でした。ただあのさっきの EP レベルっていうのを上げてないのでポイントが少ないんですね。それはちょっと後々、チャンピオンシップってイベントがあって、それに関係あったかな、ポイント稼がないといけないので、それは危ないぞ。うわ、まただ、うわ、109、ロナウド背番号2だ、しかも。いい試合だ。メンバーチェンジがあります。キックオフです。うわ、おー、レッド一発。いや、このゲーム結構多いんですよね。フリーキックです。いいぞ、いいぞ、見てもやばい、危ない、なんか同じパターンだこれ。決定力に欠いたシーンでした。クリア、ここ危ない、一旦預けて、こっちの、お、危ない、おお、あと5分ぐらいですね。危ない、こっちのが人数多いのに、危ない、ロスタイム、カードは出ません。おお、選手変わった、こっちが。ここはクリア、逃げ切れ、勝ちました。おお、いいよ、いいよ、
ちょっといいんじゃないですか。でもちょっと前の選手強くしたのが大きかったかも。あとはさっきの110のグレード110の選手セレクトスキル持ちを先発に入れたらかなり良くなるかも。試合に勝ったんでコインが6枚ですね。 BP5 使ったんで30。いやこれ大きいですね。かけ5です。しかもやったー。でレベル4以上になると次回もまたダイヤモンドからできます。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。